クライストチャーチはニュージーランド南東中部カンタベリー平野東海岸側に位置する。人口は388,400人。南東の中心的な都市である。市名は1848年に設立された移民団組織カンタベリー協会を率いたアイルランド出身の政治家、ジョン・ロバート・ゴドリーの出身校である。 オックスフォード大学クライストチャーチカレッジに由来する。カンタベリー教会はイングランド国教会によって立ち上げられた経緯があり、総本山のある宗教都市カンタベリーをモデルとして街づくりが行われた。街の中心にクライストチャーチ大聖堂があり、周囲に広場が配置されている。街の中心部には ビクトリア時代の建物が多く残り、イングランド以外で最もイングランドらしい街と称される。市内には740を超える公園が設置され、ガーデンシティと呼ばれる。市街地は平坦で、五番の目のような規則正しい街路が敷かれている。マオリ族の伝説によれば、1250年頃、ニュージーランドに生息した巨大な鳥、モアを追いかけ、北島アズマ海岸から、 先住民族が南東に移ってきたという。言い伝えによれば、16世紀に、ワイタハという部族がモアを追いかけて、クライストチャーチ付近に移り住み、その後いくつもの部族が入れ替わり、ンガティマオエ、ンガイタフという部族が定住し、ヨーロッパ人の入植が始まる1830年代まで、この地で生活していたと言われる。 部族の定住生活の考古学的な証拠が1876年にクライストチャーチ市内レッドクリフの洞窟から発見されている。1830年代にはヨーロッパの捕鯨業者が海岸に港を整備して捕鯨船の補給地としていたが本格的な入植は1840年にイギリス政府とマオリ族の間で締結された Y 単儀条約以後である。 この条約によりニュージーランドは事実上イギリスの植民地となった。1850年にカンタベリー協会が集めた移民団792人が4隻の船に乗って捕鯨基地のあったリトルトンに上陸し町づくりが開始された。入植者の多くが英国オックスフォード大学クライストチャーチカレッジの出身者であったことから町はクライストチャーチと命名された。 英国人建築家のベンジャミン・マウント・フォート設計によるネオゴシック建築の建物が市内中心部に建造された。1856年7月31日に英国国王の直居場によりクライスト・チャーチはニュージーランドで最初の市となった。1853年から1876年までカンタベリー州の州都であった。20世紀初頭に イギリスの探検家、ロバート・スコットやアイルランドの探検家、アーネスト・シャクルトンが南極探検へ向かう拠点とした。リトルトン港は南極基地へ物資を輸送する拠点港として、クライスト・ジャーチ国際空港は王立ニュージーランド空挺団、アメリカ合衆国南極プログラムの拠点空港として業務を担当している。同空港に隣接する国際南極センターは、 南極調査資料の展示と体感施設を兼ね備えた施設としてのほか、ニュージーランド、アメリカ、イタリアの南極観測隊活動拠点地として業務を担当している。クライストチャーチ病院は南極基地からの急病患者を搬送する拠点医療機関に指定されている。カンタベリー大学は国際南極大学協力校として大学院修士、博士課程に 南極学プログラムを設置している。2011年2月22日午後0時51分に、クライストチャーチ近郊で発生したカンタベリー地震で、市中心部の建物が被害を受けた。2019年3月15日に、同市のモスク2箇所で、クライストチャーチモスク銃乱射事件が発生し、死者は50人に上った。クライストチャーチの衛星写真カンタベリー平野の 東端に位置し、北には北カンタベリー最大の川であるアイマカリリ川が流れ、東側は太平洋に接するペガサス湾が位置し、市街地にはエイボン川が流れる。東南の位置にバンクス半島が位置し、バンクス半島を囲む形でポートヒルズと呼ばれる丘陵が連なる。2006年3月6日にクライストチャーチ市とバンクス半島地区は合併した。 バンクス半島区に位置するリトルトンへは、ポートヒルズ下を貫通する自動車用トンネルを通り、移動できる。自動車用トンネルとは別に鉄道用トンネルも存在するが、現在は、客車の利用はなく、滑車のみ運行されている。客車運行期に使用された旧リトルトン鉄道駅は、現存するが、現在は、美術工芸品を扱う店舗として利用され、 鉄道駅としての機能は存在しない。西岸海洋性気候の気候区にあり、夏季の強烈な熱波や、冬季の強烈な寒波は受けない。北半球では、札幌市に相当する井戸であるが、一年を通して温暖な気候区にある。夏季の気温は、摂氏17度から摂氏30度、冬季の気温は、摂氏2度から摂氏12度程度である。湿った空気が、 西側の山脈に遮られるため、降水量は、やや少なく年間618ミ、mm、リメートル程度である。夏季は、西側の山脈を越え吹き込む乾いた風の影響で、湿度は低く、冬季は、海洋から吹き込む、湿った空気影響で湿度が高い。また、海陸風の影響を受けるため夏季でも朝夕の、寒暖の差が激しい。冬季は湿った空気が、 放射冷却により冷やされ、霜が発生し、市内でも霧が発生することがある。南アルプス山脈の東側に位置するため、カンタベリー平野全域に積雪が観測されるが、市内での積雪は年に数日の例外を除きほとんど観測されない。陶器に使用される暖房用の焚木や石炭から排出される煙が、霧と結合し、スモッグを発生させ、 地形的な逆転層の影響により山間部では、濃霧が発生することがある。行政運営は、市長と市議会により行われる。2013年10月にリアンダルジルが第46代市長に就任。市議会議員選挙は3年ごとに改選が行われ、市内を6つの都市区と人口がまばらな1区に分け、6都市区から各2名。 バンクス半島トークから1名の議員を直接選挙により選出し、計13名の議員により議会運営が行われる。その他、各地域の問題を議論する、コミュニティ評議会が市内を8つの評議区に分け設置され、各評議区から5名の評議員が、地域住民により選出される。各評議区には5名の評議員と、市議会2名が所属し、地域問題を担当する。 クライストチャーチは、早くから、行政運営に、民間的手法を導入し数多くの先進的な、取り組みと革新的な改革を行ったことから、1993年に、ドイツのベルテルスマン財団より、カール・ベルテルスマン賞を授与された。カンタベリー平野を中心に、落農、畜産、農業が、盛んに行われている。製造業、不動産、卸売業も盛ん。 近年では、ヨーロッパ、アジア、北米地域からの観光客を中心に、観光や旅行業も盛ん。南東の商業中心都市であり、金融業、法制業が盛ん。九州政府庁舎と英本川トラムアートセンター街の中心に立つクライストチャーチ大聖堂は、町のシンボルとして有名。その周辺が最も賑やかな繁華街を形成しており、ビジネス。 商業、観光の中心地として、多くの観光客、市民で賑わいを見せる。詳しくは、クライストチャーチシティセンターを参照のこと。クライストチャーチ大聖堂を中心に観光用、路面電車に乗ることもできる。クライストチャーチアートセンターは、観光客に人気の観光名所。クライストチャーチ植物園へも、徒歩で迎える。隣接するカンタベリー博物館では、 カンタベリー地方のマオリ文化の歴史的資料の展示、かつて実在した巨大な鳥、モアに関する展示のほか、カンタベリー地方開拓時代の歴史的資料などが展示されている。大聖堂から西の市にハグレー公園がある。165ヘクタールの広大な敷地にゴルフコース、ラグビー競技場、サッカー練習場、クリケット競技場、テニスコートなどのスポーツ施設を有する。 同公園内では、週末になると、多くのスポーツ競技が開催される。公園内を流れるエイボン川では、パント船での遊覧、カヌーに乗ることもできる。宴会部のニューブライトンには、ニューブライトン桟橋という全長300メートルのコンクリート製の桟橋がある。毎年2月に開かれる、ガーデンフェスティバルでは、街中が花と緑に包まれる。また、 このガーデンフェスティバルの一環で、クライストチャーチガーデンアウォーズという、一般家庭の庭作りの品評を競うコンテストがある。評価部門は、総合部門、ストリート部門、芝部門など、たくさんの部門があり、参加者、観光客で賑わいを見せる。郊外へ車で2時間ほど足を伸ばせば、温泉施設で有名なハンマースプリングス、ホエールウォッチングのメッカである、カイコウラ、アカロア、 マウントハットスキー場などで思い思いのアクティビティを楽しむことができる。クライストチャーチは北島、オーストラリア、シンガポールへの移動拠点であり、また南東各地への中継地でもあるため観光客が多い。市内の主な公共交通機関は路線バスである。路線が市内をくまなく運行しており、すべての路線が中心街にあるバスターミナルを発着、または 経由地としている。乗車時には、現金での支払いのほか、乗車専用の非接触型カードによる決済が普及している。市内中心部各所を巡回する無料シャトルバスも運行している。大手町距離バス会社から南東各所へ長距離バスが運行されている。クライストチャーチを発着、または経由地として南東全域へ運行されている。 市中心部から南西に 4km ほどの場所に、鉄道駅が所在するが、貨車専用のため、貨物用と観光用として利用されている。旅客列車は、南東西岸のグレーマウスへ向かう、トランツアルパイン号と、南東北端ピクトンへ向かう、トランツコースタル号の2路線が、それぞれ1日1本運行するのみとなっている。中心部から北西約 9km の地に、 クライストチャーチ国際空港が所在し、南東のハブ空港となっている。日本からの航空路線は、東京からニュージーランド航空の季節便が就航している。他に、カンタス航空、シンガポール航空、エミレーツ航空が就航している。ありがとうございます。